というわけで皆さん本当に、改めまして電波組ミンク約1年ぶりにここステージに帰ってきました。もう本当にこうやって待っててくれた皆さんのおかげでこうやってまた皆さんの前でライブができるなと思うのですが、私はちょっとここで一つ言いたいことがあります。このライブができなかった1年間、私は